はい、皆さん、こんにちは。見通しズバリ3分テクニカル分析動画の時間です。この番組は私、チームハロンズ黒川が主要通貨ペアのテクニカル分析を3分で分かりやすく解説する番組となっております。市場参加者の皆様のお取り引のお役に立てればと思います。それでは始めていきます。今回はオーストラリアドル円です。まずは冷やしから。はい、こちらボリンジャーバンドストーキアスティックスですね。はい、トネドの方向性を示す赤い点線。21日移動平均線上昇傾向を示しております。そんな中、ローソクワシアと言います。 そうですね、この2シグマラインを上抜けと来中ということで上昇トレンドが継続しております、はい、そんな中、教えたゲストキャスティックスこちらもですね、買いシグナルが点灯中なおかつパーセント D、パーセントスローリー2つのラインとも鋭角に上昇しておりましてかなり強い買いシグナルが現在点灯継続中ということでございます、はい、続きまして本日のサポートレジスタンスラインですねまずはサポートラインなんですけどもあのボリンジャパンの冷やしのシグマラインレベルですねこちらが8 83円の6263レベルぐらいですね、はい、続きまして、レジスタンスラインですね、まあ、どこにしようかと思ったんですけど、すでにですねもう、大子円は年収あ高値を更新しておりまして、ですね次のターゲットということであれば、まあ、これですね、これが、えー、と11月2日の高値レベルということでございますので、85円の、まあ、91レベルというところかなという感じがしております。 はい続きまして冷やし一目均衡表ですね、はい、短期指標の赤いラインの転換線上昇しております、中小期指標の青いラインの基準線も上昇しております、直近の動きを示す紫色の指向性も上昇で,です、ね、上からローソク足転換線。 基準線、雲の順番、こちら典型的な上昇トレンドのパターンということでございます。はい、最後ですね、こちら2時間足、短期トレード用の2時間足でございます。はい、赤い点線21本移動平均線上昇しております。で、ローソク足につきましてもですね、この2シグマとシグマラインの間をこう推移しながら切れがわっております。上昇トレンドが継続していると。 いうところでございます。そんな中、えっ、ー、とオシレーターケースとキャスティックスもですね、まあ変わりすぎの判断基準であります80%ラインよりも上で推移してるんですけども、まあ買いシグナが転倒あのしております。はい。はい。 本日の予想レンジ83円の62から85円の91と、テクニカル分析のまとめですね、冷やしボリンジャーバンド一目均衡表では上昇トレンドがまあ進行中と、ストーキャスティックスは回避シグナルが点灯継続中です。2時間足短期トレード用の2時間足ですね、ボリンジャーバンドでは上昇トレンドがまあ進行中と、ストーキャスティックスも点灯継続中ということでございます。本日は以上となります。